さあ、マグロさんの挑戦です。よろしくお願いします。前回もね、遊びに来てくださって本当にありがとうございます。マグロさんは沼津に住んでいるゲームプレイヤーさんで、 500m のクリアはまだ経験がありません。なぜか今日この場で達成するためです。さあ、去年のリベンジなるでしょうか。去年よりも動きがいい、キレがある、迷いがない。さあ、マグロさんの目にはもう女性2人目の栄冠しか見えていないのかもしれません。さあ、ちょっとバツブロックが多いか。右からに行くと逃げ場がないが、一気に行くかどうか迷うところ。あ、上から青が来るけど、そうですね、逃げ場多いです。あっと危ない。さあ、ここは左に逃げ切れて下に逃げないと。あー、残念、ちょっと巻き込まれる形となった。さあ、気を取り直して2機目ですね。大丈夫ですよ、まだまだ大丈夫です。さあ、順調に掘り進んでおります。ここでエアーも満タン、エアーも満タン、ジモアイも満タンです。さあ、ここでいいですね、いい感じのペースで進んで、ここで左を掘って待てばナイス。あ、エアーが露出しました。あえて無視。さあ、 100m 突破おめでとうございます。さあ、 200m、 ここからも注意が必要です。サイドで攻めていきます。サッカーと同じですね、サイドに展開しております。さあ、エアーも取って、バツブロックも綺麗に消える。いいですね、右サイドを使う戦法ですね。さあ、ちょっと待ちましょう。はい、落ち着きました。さあ、いい感じに中に入り込んでいきます。これだけ掘れば頭上はおそらく安心でしょう。そして 200m 突破おめでとうございます。さあ、2機残して折り返し地点に向かおうかといったところ。さあ、ここは事故りやすいので今まで以上に慎重さが求められます。今度は左サイドを使います。相手を翻弄していくスタイルです。さあ、全く止まらない、マグロさんの快進撃が止まらない。300突破おめでとうございます。全然関係ない小ネタですが、実はこのゴリラ 0m で放っとくと勝手に酸欠しています。これはもう掘るしかない、ナイス判断です。ああいう時はもう早い判断が大事になってます。そこに入ると、おお、ちょっとヒヤッとした。しかし、これはもしかしたらパフォーマンスプレーかもしれません。さあ、取れないエアーは取らない。いいペースで400がもう見えます。2機残してピンクが降ってくるが、あーっと、うまっ、うまっ、何今の神業か。いや、ちょっと今ヒヤッとしましたが、すごいスーパープレイ。400突破です。2機残して2人目の女性クリア者が今生まれようとしています。1人目のハルさんも見守る中、2人目の女帝が生まれようとしている。さあ、もうそんなこと言ってる間に438、ちょっと空気が危ないが、そこで削る、すごい、これはもう見える、ゴールが見えている。マグロさんの目には地底 500m が見えた。今ゴール、すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。マグロさんに大きな拍手をお願いします。